なんかあれだけですよ。キュウリぐらいしか見ないんですよ。あの、キュウリの売れた。あ、そうですか。俺、今、キュウリって呼んでるんですけど。ああ。売りた、あの、はい。あ売りたのことをキュウリって呼んでるんですよ。ちょっと俺はもう飯食ない方だ、ちょっと。あいつ、そっちで、付き合いあるんですか？いや、全然ないですよ。あいつなんか、夢とかに出てきて、はい、なんか、あの、どんぐらい強いかみたいな。はい、そういう、あいつ変ね、で、テレパシーとか強いんですよ、あいつ、意外と。はい、あ。だけどなんか。今、小山さん、今、ちらっと話してて、大田区に住んでるんですか？あ、大田区に住んでます。あ、結構遠いな。はあ、時間があったら自分も遊びに行っていいですかね？いや、あの、家は全然、まあ、貧乏だから、あれなんですけど。あ、近くで。居酒屋みたいな安いところで飲めるとかだったら。はい、はい。小山さん、酒飲みますよね？俺、酒飲まないんですよ。飲まないですか？はい。でも全然。どんなあれですか？いや、食事するぐらいなんですけど。結構、グルメにうるさい方ですか？自分は結構、なんか普段はしょぼいんですけど、なんか食べに行くときは、あれですよ。あの、焼肉とかフラ、なんかコースとか、そういうのはい。なんかじゃあその感じで、ちょっと自分酒飲みでアルコール飲みますけど、はい。一緒になんかご飯行きませんか？はい、はい。ぜひ、はい、はい。よろしくお願いします。はい。自分はもう今、市川市ですけど、江戸川区の方に、活動拠点を置いて、ボランティア活動に、あっちが本業なんで、はい。で、まあ、週2、3日、まあ、現場仕事したり、はい、こう、仕事を受けてやってるから、はい、現場に行っても行かなくても収入変わらない。あれ、市川だと、あれですか？高岡くんとか？どこですか？高岡くん。いや、わかんないね。あの、関東連 KGB の結構。あ、俺は全然、あれなんだよね。はい、はい。もう、俺は2000年で、捕まって懲役で行って、2014年出てきて、はい。一回法律事務所に勤めたりして、一回結構真面目になってたんですよね。はい、はい、はい。で、ボランティアでいろいろやってるうちに、ちょっと、まあ、受刑者の本当に、ほら、身内で、見せられて、孤独死する、獄死する人結構多いんで。はい。うん。で、まあ、自分本いっぱい持ってるから、本を送る活動を自分で団体立ち上げて、今7年ぐらいそっちが本職みたいな、ライフワークみたいになってるんですね。ああ、そうなんですね。え、本を送る団体をされてるんですか？そうそうそう。本に変えるプロジェクトってやつで、へぇ。だから全国今、600人ぐらいかな。はい。受刑者と文通して本を送って、送る活動やってるんですね。へぇ、素晴らしいですね。そっちが本職。へぇ。アウトロー運動っていうのはもう本当にうんざりで、はい。最近に、